7 5トル KWK40 独7 5トルコンプフワゲンコノン40は第二次世界大戦中期から末期にかけてドイツ陸軍が使用した戦車砲。設計製造はクルップ車よびラインメタル車。合計7 5ト、mm、ルで43口径長、または48口径長の戦車砲。第二次世界大戦中期から 末期の砲合戦車、スリー号突撃砲に搭載された。スリー号戦車の 5cm KWK39L60 や、それまで、砲合戦車に搭載していた、単方針の 7.5cm KWK37L24 では、ソビエト連邦のキロボルト -1 重戦車、傾斜走行を取り入れた、T、T-34 中戦車に対しては、歯が立たず、 実戦部隊から現状より強力な貫鉄力を有する戦車砲の搭載を求める要望が上がり、早急に開発するため方針は、ラインメタルボルジヒ射星の牽引式体戦車砲 7.5cm パック40を母体に 7.5cm KWK37L24 の方がと褒美を発展させ開発された。方針が伸びた分、 前のめりになる傾向となったためスプリングを使ってバランスをとっている。開発当初は7 5トルコンプフワゲンコノン44と呼ばれていたが、後に7 5トルコンプフワゲンコノン42改められた。1942年3月頃から砲合戦車とスリー号突撃砲に 7.5cm KWK37L24 から換装する形で、 43後継長から搭載された。方針長の違いにより、極短期間製造された L43 と、初速を増すため方針長を伸ばす改良がなされた L48 の2種類が存在する。スリー号突撃砲に搭載されたものは、方兵化の管轄になるため 7.5cm ストック40と呼ばれる。7.5cm ストック40は、 旋回砲塔に搭載しないため、角度が限定されるが砲が,が旋回し、間接射撃用の照準機を備えている。また、中大機が 7.5cm KWK40 は方針の左右に配置されていたが、7.5cm ストック40は方針の上に並べるように配置されている。薬室は母体となった7、5cm パック40の 水平左線式閉鎖機とは、異なり7、5cm KWK37 に、順じた、垂直左線式閉鎖機と、電気発射機構を持つ。発砲後、自動的に薬莢が排出され、開いたままとなり、新たな砲弾を装填後に、自動的に閉鎖される。狭い戦車の車内に積載する、関係上、取り回しを良くするため、薬莢は 7.5cm パック44より、 短い 495mm のボトルネック形状のものが採用された。L43 と L48、また 7.5cm ストック40、7.5cm パック39との弾薬の互換性はあるが、7.5cm KWK37、7.5cm パック40、7.5cm KWK42 とは、 薬室長が異なるため、互換性はない。4号戦車会にもしくは人初期型に搭載された7 5トル KWK40L-43。特徴的な球場マズルブレーキがわかる1942年初頭から8月までの短い期間生産された初期型。46口径の対戦車砲をもとに開発されたが、ボトルネック化された薬莢が短くなったため薬室も、 短縮され、ここを含めての光景が46から43になった。7.5cm KWK40、7.5cm ストック40合わせて約1800も生産された。生産初期では、マズルブレーキが球場のシングルバッフル型だったが、後にダブルバッフル型に変更された。1942年8月から生産された改良型。 方身長を L43 に対して 334mm 伸ばし方向初速を向上させた 7.5cm KWK40 7.5cm ストック40合わせて約1万5五千0本生産された製造時期によりダブルバッフル型のマズルブレーキに対する形状変更が多くなされたスタームジアシューツイッツベリアンツワルター・ジェス・ピールバーガー P67 ISBN 0887403980ジャーマニッツパンサータンクザクエスト4コンバットスプレマシーバイトーマス・エル・ジェイツシッファーミリタリーヒストリーハードカバー1997ありがとうございます